このメニュー。転生したら剣でした。レビューします。ちなみにアナザーウィッシュじゃない無印の方です。苦戦するやつ。チートなのに強敵相手に苦戦するやつじゃないか。だがそれがいい。ではあらすじ。奴隷としてこき使われていた、12歳の黒猫族、ケモ耳少女。魔物の襲撃で死にかけていた彼女は、意志を持つ、剣、と出会う。その剣は、異世界転生してきたのだ。そんなもん知ったこっちゃねえ。転生者である、剣、は、師匠、ということで導くことになり、そして奴隷の少女は、フラン、の名を取り戻す。フランは黒猫族の進化を求めて、冒険者の父母と死別しても、強くなるために旅をしてきたのだ。フランちゃんと剣の師匠の旅が始まる。というのが大まかなあらすじだよ。割と容赦がない感じの異世界よね。フランも元奴隷だったりするので、悪党にはかなり容赦ない無情感を背負ってはいるね。ただ友好的な人々には、うまくやっていく社交性もあるし、あくまでファンタジー世界での、少女剣士と相棒の珍道中って感じ。これは小説と漫画で、序盤の展開が違うという話あるわね。ここは原作小説だと、序盤10話くらい、師匠が異世界転生して、持ち手がいないままレベリングする洞窟探索パートが挟まる。漫画版ではその師匠の主要パートを、2話の回想に持ってきて、フランの話を1話から持ってきて、この子が主人公、アピールをしてる。つまり、漫画版で時系列シャッフルというところね。この時系列シャッフル、あくまで本作の主人公は、フランであることを明確に見せてる構成だね。そもそも、ナロー作品にはたまに、序盤の導入パートはかったるくて、途中から主要キャラが出てきて、軌道に乗るパターンもあるんだけど、点検はゴリッゴリに、その序盤の師匠主要パートが、新規バイバイなパートなので、漫画で時系列シャッフルはありがたい。漫画アプリの無料お試しでも、1話がいいのは、フックになり得るしね。ただ、師匠が悪いキャラってわけでもなくて、フランに拾われる前がぶっちゃけキモいけど、フランと組んでからは、それこそ、師匠らしくサポートしてたり、フランを守るために知恵を絞ったり、良い相棒キャラになるんだ。異世界転生者が、相棒キャラなのも、意外と希少な気がするわ。その異世界転生と現地人の話、少し長くなるけど触れておきます。もともと、何でもかんでも異世界転生にしちゃう時期が、ナローでも2010年代前半頃に存在してたんだけど、2017年頃に異世界転生が、タブ隔離されちゃったことで、現地人ネタが増えたんだよね。追放もの、婚約破棄もその流れ、その中で、点検は、2015年という異世界転生の最盛期に連載が開始されてて、タイトルも、異世界転生が主題なんだけど、その中で主体となるのが、異世界の住人であるフランの成長がテーマになってるっていうのが、時代的なものを感じるか。それだけフランのキャラ性が大きい作品なのよね。寡黙だけど情に熱い。難しい話は苦手でカレーが大好き。臭そうだけど風呂好き。あと、漫画版の丸山智夫さんが、めちゃくちゃ SSR ですね。フランが臭そうで良い。臭そうって言ったら、師匠抜きそうなフランちゃん、うふ。で、この作品ですけど、最近の評価は、苦戦が、面白いと言われてますね。師匠の初期レベルが、かなり高いので初期のスペックも、かなり高いんだけれども、一筋縄ではいかないデーモンやらリッチやらとの、死闘がかなり熱く、面白くなってきてますね。初期チートだけど、それだけでは乗り切れない強敵も多い。行動を共にする同行者を守りながら戦うことも結構増えてくるしね。コンセプトとしては、フランが強くなって進化することが、大雑把な目的になるから、強敵との戦いは魅力。師匠とフランの連携とか、ペット枠の漆を活用するとか、NPC 枠の助っ人との連携もするとか、そういう感じの戦い。あとは断片的にわかる、フランの良心を知るものとか、人体実験で悲しき過去を持つリッチたちの話とか、そういう情景部分もかなり綺麗にできてて、かなり丁寧に作られてる作品だと思います。異世界の厳しい倫理観の中でさらされてるフランを好きになれるかどうかで変わるわよね。
ただ今さら読んでみると、かなり良い感じで進んでるコミカライズだと思ったので、そこはやはり紹介したくなりましたね。8巻で区切りついてる、アンデッド編がかなり熱い。アナウンスさん。総評としては、2015年初の異世界転生全盛期にして、現地主人公をメインにした、ある種先進的な作品。フラント師匠のバディモノとして、苦戦しつつ成長していく作品を好むならかなり出来が良い一作。チートでの蹂躙ではなく、チートに対するさらなる強敵相手の研鑽が見たい人におすすめ。さて、ここから本番ですね。ああ、この作品の出版社。マイクロマガジン社！そうだよ。マイクロマガジン社だよ。おつやムードやめろ。テンスラは一気から良かったじゃん。実は2018年に一度だけドラマ CD 化してるんだ。師匠が日野聡さん、フランが水瀬祈さん。声優変更の恐ろしさ。これ作ってる時点でアニメでキャスティングが発表されてないのが懸念要素だよね。4年前に一度作ったドラマ CD だからね。ただ師匠、あいつ、煉獄さんの声がめっちゃ似合うんだよな。てか脳内再生しまくってたし。師匠キャラだしね。まあキャストも慣れると思うけど、とりあえずちゃんと水準以上に、アニメ作ってくれるところに頼みたいよね。本当に、総評としては、フランに変な声路線を狙うのだけはマジでやめて。ほんとやめて。テンスラのリムル様の声はめちゃくちゃ合ってるけど、あれは、岡崎美穂さんが当たり声優だっただけだからね。ほんとに頼むで、マイクロマガジン社。尺が余ったので、アナザーウィッシュの話します。ちなみにスピンオフですね。ナロー漫画のスピンオフだと、ヒロインや友人キャラメインっぽいけど、アナザーウィッシュはフランが主役なのよね。完全パラレルワールドですね。実際にフランと師匠が、パラレルワールドを旅するという作品なんですが、良くも悪くも二次創作感が、結構強めの作品なので、点検の二次創作を見るつもりで、アナザーウィッシュも見ると良さげ。ただアナザーウィッシュも、絵師さんは上手いですね。フランが可愛い、という最低限必須な条件はちゃんと満たしてくれてる感じ。コミックライナの試し読みでお試しするのが一番かもね。そこで決める。アナザーウィッシュ総評としては、点検の二次創作パラレルとして割り切るなら楽しめると思う。複数雑誌で同じ話やってるパターンじゃなくて、パラレル設定で、別作者さんにキャラ化してやってるので、その辺もあるし丁寧かも。まあ絵師はかなり良いので、フラン可愛いだけするなら、悪くないと思うので、あってもいいんじゃないんでしょうかね。あとは、アニメで最低ラインを切らないように祈りたいわね。以上です。ご視聴ありがとうございました。